皆さんこんにちは。本日は数学検定の過去の合格者の学習の方法や学力の秘密に迫る合格体験記インタビュー第2弾ということで、小学3年生で2級に合格した大森春樹さんをゲストにお迎えしました。大森春樹さん、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。改めまして、僕は大森春樹で、小学3年生なんで、数検2級、ただの英検準2級と、天文宇宙検定の3級を持ってるんですけど、数検2級、1回失敗したっていうのもあるので、合格が嬉しいんですよ。はい。ありがとうございます。いや、もう本当に、小学3年生で、数検2級。はい。本当に驚きなんですけど、そもそもなんで学年より高いレベルの検定試験を受けようと思ったんですか？もともと僕は数学に興味があったんですけど、なんでかっていうと、それはほとんど僕は宇宙に興味を持ったからで、宇宙に興味を持ったきっかけは、地元の福井県のエンジェルランドっていうところで、宇宙の展示を見たので、そこで宇宙が好きになって、その数学も好きになったっていう経緯です。はい。いくつか今日合格書を持ってきていただいてると思うんですけど、はい、もしよかったら、順番に見せていただいてもいいですか？はい。はい、まず1つ目。数検2級の合格証書です。高校2年生レベルですね。数検2級合格するまでどれくらい、勉強時間？勉強時間は、1年とちょっとぐらいですかね。準2級合格から1年とちょっとぐらいで2級合格しました。手応えは、1回目の試験は、1次は良かったんですけど、2次がもうとても難しくて、その時は1次は合格だったんですけど、2次が不合格だったんですよ。そして、2回目で2次を取った時に、もっと学習したので、ちゃんと合格できました。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしいですね。数学検定2級は2回挑戦され、はい、2回挑戦しました。他の合格証書も、もしよかったら。まずこの英検3級の合格証書。英検の5級とか4級とか3級は、一応一発でクリアしてきたので、その次の準2級は、を前受けたんですけど、合格してます。めちゃくちゃいい成績。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。小学3年生で数学検定2級合格っていうのも、なかなか難しいと思うんですけど、普段どんな風に勉強してるのかなっていうのが、すごく気になるんですけど。はい、わかりました。まず、学習方法としては、まずお父さんがこの問題のプリントを作って、それを帰った後とかに解くっていう形式でやってます。お父さんがプリントを作る。はい、作ってくれます。これぜひお父さんにもお伺いしたいんですけど、はい、プリントが本格的で、はい、これはどうやって作ってるんですか？そうですね、数検の、公式の、参考書とか、あといろんな市販で売ってる参考書とかを、見て、で、息子に、明日、どの分野の問題がいいって、例えば、じゃあ、素数と積分とかって聞いて、15分とか20分ぐらいで解けるように、3、4問ぐらいプリントに作って、宿題終わった後にできるようにっていう、用意してるって感じですね。宿題プラスこのプリントで大体1時間弱かかるんですよね。そもそもこういう形で自作でプリント作って、で、一緒に解くっていう、やろうと思ったきっかけとか理由は？そうですね、最初3、4級とか5級の時は、一緒に解いてたんですけど、じっくり考えて、解くってなると、準2級とかぐらいから、息子が自分で考えながら、自分のペースで解けるようにってことで、なんとなく準2級ぐらいから
始まってずっと続いてるっていう感じですね、はい、逆にやりすぎないってこともね重大だと思うんですよ。やりすぎてももうやりすぎるともう情報量が増えて食べ入らなくなるだけなので、このちょうどいいちょうどいい問題の量っていうのがもうまさにちょうどいい量にしてくれてます。ご家族皆さん数学がお好きなんですか？でもお母さんはそこまでってじゃないし、僕も文系なんで全然、息子にいろいろ教えてもらいながら、まあ2人いると1人よりも深い理解にもつながるので、すごいいいことなんですよ。検定試験自体は親子で受けてらっしゃる？はい、親子ですね。はるきくんにとってはお父さんはライバル？まあでもありますし、今一緒に学んでるメンバーでもあります。あの数学の学習をするときに、はい、なんか他の科目とは違って工夫してることとか考え方とか、数学ならではのものってありますか？まあたくさんの考え方をするねってことですかね、うん、答えはまあ必ず一つなんですけど、考え方は無数にあるので、なんか自分に合った考え方は必ず一つあるって思って取り組んでます、うん、やっぱ答えにたどり着くまでのプロセスが大事ってことですね。解放が大事ですね。